UFC ファインエキスポでのハーディダン・ハーディは、イギリスの男性総合格闘家。イングランド・ノッティンガム出身。エクストリーム・クーテは所属。元、CWFC ウェルター級王者。元、CWFC ライトウェルター級王者。スタンドでの攻防を得意とし、オーソドックスとサウスポーを使い分ける。エディ・ブラボーの弟子であり、三角締めなどの関節技に対する。 防御力も高い。ケージ・フォース・ウェルター級トーナメントでは、日本人選手から勝利を挙げトーナメントの中心人物になった。2002年から、総合格闘技の練習を始め、テコンドーとブラジリアン柔術を学んだ。2004年6月6日、エクストリーム・ブロールで、プロ総合格闘技デビューするも、一本負けに終わる。9月には、 母国イギリスの CWFC 初出場を果たした。2005年4月8日、CWFC にて、アンディ・ウォーカーに 1RTKO 勝ち。5月21日には、デビッド・バロンと対戦し三角締めによる一本負け。6月18日、UK ストームに出場し、スチュワート・バールズを子で破り UK、ストームウェルター級王座を獲得した。 10月1日のディエゴ・ゴンザレス戦は、最後は、ノーコンテストとなるが、試合内容は常にバックを取られ劣勢を強いられ、負けにも等しい内容であった。11月26日、マット・ソープとの CWFC ウェルター級王座、決定戦が行われ、2から1の判定勝ちを収め王座獲得に成功した。2006年3月25日、 CWFC で前回決着のつかなかった宿敵、ディエゴ・ゴンザレスとのタイトルマッチが組まれる。試合は、序盤から、ゴンザレスの突進力に苦戦するも、2R 以降から打撃で反撃し、3R 開始直後に、左ハイキックをヒットさせ、カットによる、TKO 勝利で、大座防衛に成功した。6月18日には 2H2H でのディープ。 出場権をかけた4人トーナメントにて、デビッド・バロンと再戦するも、判定負けを喫した。2007年5月27日、ケージ・フォース・ EX ・イースタン・バウンドマイナスにて開催された、ケージ・フォース・ウェルター級王座決定トーナメントに、CWFC 代表として初来日し、パンクラスの現役王者、石毛大蔵と対戦。1R に、 左フックでダウンを奪うと、その後も、スタンド、寝技ともに、石毛をし算から例の判定で勝利。9月8日、ケージフォース04の準決勝にて、モンマ・樹と対戦。モンマの三角締めをしのぎ、タオル投入で TK を勝ち。12月1日、ケージフォース05での決勝では、吉田・義幸と対戦し、近敵攻撃により、反則負けとなった。 試合後、最低に対し不満を表明した。2008年には UFC と契約を果たし、10月18日に地元大会の UFC89 で初参戦。豪の秋広に2から1で判定勝ちを収めた。2009年11月14日、地元、イギリスで開催された UFC105 でマイク・スウィックと対戦し、3から0の 判定勝ちを収めた。2010年3月27日、UFC111 で UFC 世界ウェルター級王者ジョルジュ・サンピエールに挑戦し、0から3の判定負けを喫し王座獲得に失敗した。2010年10月16日、地元イングランドで開催された UFC120 でカーロス・スコンディットと対戦し、左フックで小負けを喫した。 2011年8月14日、UFC ライブ、ハーディー VS ライトルで、クリスライトルと対戦し、3ラウンド終盤に、ギロチンチョークで1本負け。ファイトオブザナイトを受賞した。2012年5月26日、UFC146 で、ドゥエイン・ラドウィックと対戦し、左フックでダウンを奪いグラウンドの肘打ち連打で、小勝ち。2年半フェリの勝利となり、 ノックアウトオブザナイトを受賞した。2013年4月20日の UFC オンフォックス7でマット・ブラウンと対戦予定であったが、ウォルフ・パーキンソン・ホワイト症候群と診断されたため、欠場。本人曰く動機や、息切れなどの自覚症状はないとのこと。2021年5月、UFC との契約を解除された。ありがとうございます。